ネタ、シーソーが動かない。さあ、なんかシーソーが動かない、動くでしょうと思うんだけど、乗ってみますね、端っこの方に。なんでだ、なんで動かないんだ。なんかあれか、裏に別の足場があって、そっちの足場の当たり判定の方が優先されてるから、シーソーに乗ってないみたいなことなんかな。じゃあこうなんかさ、斜めの位置から乗れないかなと思うけど、乗れないか。そうだね、なんか乗れそうな感じはしないですね。まあわかんないけど、多分なんか別の足場があるっていうことなんじゃないかと思うけどね。はい、どうもこんにちは、とどまるでございます。というわけで本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけで、こちらコメントでコースリクエストをいただきました、スーパーマリオブラザース U 限定コース 5.35%。 まあクリア率も高めだったんで、そんな難しいことはないのかなと思いますね。おそらくあの U スキンにあるアイテムをいろいろ駆使して進んでいきましょうね的なお話。ここちょっと待ってよ、プロペラキープできた方がまあ良かったんだけども、まあ多分ね、一発ダメージ食らうぐらいは許容範囲だと思うんです。多分ちょいちょい強化アイテムがもらえるコースだとは思うんですよね。ここ地味にむずいね。これこのぐらいでいける、いけました。さあこれで、そこの真ん中の左のルートは、そうだね、もう下何もないので、こっちが正解ルートでございました。さあこれでプロペラになっていきます。あ、プロペラじゃない、プロペラからムササビになっていきます。なぜかムササビがもう一回もらえる。スタートよし。まあこれめっちゃ飛んでいく的なギミックだと思いますね。だからどっかのタイミングで乗り捨てて、この辺で乗り捨てましょうか。ワンチャンヨッシーのまま届く可能性がなくもないかなと思うけど、まあ多分これは乗り捨てて滑空して、最後ホワッとしてギリギリ届くっていうところに足場があるんだとは思いますけれども、さあどの辺でホワッとに切り替えるか。全然ないな、大丈夫。まあでも結構これで耐久できるから、オッケーオッケー、ギリ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 届きました。さあ、これでプロペラになります。で、もう一回ギュルギュルして空中で届くかな？オッケー、ギリギリ届いていく。結構ギリギリだったね。これで、ムササビなりますの、ホワットで届く？いかんな。これいかんぞ。これどう行くのが正しいんだ、これ。でも、できることがやっぱ一番は、ここからこうか？あー、オッケー、いけました。よかったよかった。で、あとはダメージを食らわないように、慎重丁寧にムササビ状態をキープして、進んでいけば、ベストタイムが1分ちょいだったから、ぼちぼちゴールが来てもおかしくないのかな、という感じではありますので、ワンチャン右飛びした先とかにゴールがぼちぼちあってもおかしくないのかな、とは思いますけれども、まあちょっとあんま無茶なことをしてもしょうがないの。ちょっと待って、これ無茶した、無茶した。ちょっとドアに急いで入らなきゃいけないんかなって、ちょっと一瞬焦ってしまいましたが、これいつどこで行けるんだ。ここででも急がないと、ここちょっと難しいですね。さあ、オッケー、ゴールでございました。というわけで、ご催でありがとうございました。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。ドッスンだけクリア率164分の0。さあ、ドッスンだけということでクリア者が出ておりません。なんだこれ、乗ってく感じ。ドッスンに乗っていって、そろそろ無敵時間が切れますね、これで。あ、ゴールがあるけど、なるほど、時間がねえと。え、ってなったらどうしたらいいんだこれ。一回これ上行くとかじゃないよな。これでじゃあ早めに反応させたところでさ、間に合ってないよね、明らかに。なんかこうドッスンをこう追い越しながら、いや、それは乗れないな。まあここの隙間に入っといて、爆破の瞬間、まあちょっと遅かったけど、こうやって乗り継いでいくこともまあ可能っちゃ可能なんだけど、まあ多分全然間に合ってないもんね。なんだこれ、加速する方法なんてある？上に持ち上げるとか、全然関係ないよね。いや、関係ないと思うな。これ乗って、めっちゃ助走つけてこう飛んでいったら、めっちゃ加速していけるとか。あ、そんなことなのか、もしかしたら。この勢いでこう乗っちゃって、で、この助走をつけてこういっちゃって、どうですか？オッケー、やった、いけた。鬼難しいスピードラン、32時間頑張れ、239分の0。さあ、というわけで32時間クリアチェックにかかったみたいなことなんかな。クルーンをしない方がいいのか、ちょうどん、微妙に噛み合うのかどうなんかわかんないな。まあ、ちょっと一回クルーンでもまあいけるんじゃないかなという感じはしましたね。で、ちょっとですね、実は皆さん、まあちょっと今普通にマリオメーカーこうやってプレイしてますけど、実はね、とんだ大変な目に遭ってたんですよ、最近。あのですね、普通にある日、マリオメーカーをまあいつものごとくちょっとプレイしようと思って起動したらですね、
いつも自分大体機体のコースのとても難しいから、コース探すこと多いんですけど、てかほとんどそれなんですけど、その機体のコースがですね、うわ左かい、その機体のコースで、コースを読み込もうとしたら、なんかもうコースのサムネがさ、もうぐる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 、なんかロード中みたいな感じになって、なんか本当にね、一つのコースの、サムネ、コースサムネを開くのに2分ぐらいかかるみたいな遅延がなんか謎に起きてたんですよ。まあだから機体のコースとても難しいで、コースを探そうとしたら、そのコースタイトルとかクリア率とかは見えるんだけど、コースのサムネがもういつまでたってもぐるぐるなりまくって、まともに読み込めなくて、でコースをやろうとしてもなんかね、あれ、そのコース遊ぶって押してからコース実際始まるまでもなんかまたこの2分ぐらい3分ぐらい一応遅延があって、それで本当にね、まともにコースが探せないっていう、まあだから全くプレイできないっていうわけじゃないんだけど、その機体のコースから、まあ、コースを探そうにももうぐる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 2分3分かかんないと、一つのコースのサムネイルも覗けないっていう、サムネイルの部分が見えないとさ、やっぱりどんなコースかわかんないじゃないですか。だからその一つのコース、ちょっとコースタイトルで気になってどんなコースかなって、こっちで OK 見るのに、もうそれは何分もかかってたらさ、コース探すのにどんだけ時間かかるんだよっていう話でさ、まあやっぱ自分結構機体のコースをこう何周もぐるぐる、ちょっと待ってよ、回してこう面白そうなコースねえかなっていう、その探すのはね、結構いつも時間かけてやってるんで、それがまともにできないってなったら、もうちょっと商売上がったりと言いますか、ここがゴールっすね。いや本当にコースがもう探せねえじゃねえかっていう、どんだけ時間かけないとっていう、めちゃくちゃ時間かけないとっていう、そういうちょっとトラブルに見舞われてて、でなんか解決策ないかなと思って、もうあらゆることを調べてやってみたんですよ。それこそ Wi-Fi の再起動、スイッチ本体の再起動、ソフトを削除してからの再ダウンロード。これ大丈夫？ここってどうなったらいける？歩いて落ちたらまっすぐ行ける。ああ、普通に右だけ押せばいけるんだ。普通に難しいな、やっぱこのコース。はい、OK。ここは抜けることに成功しました。そう、それでまあソフトを再ダウンロードしてみたりだとか。まあ、あらゆるできそうな策を打ってみたんですけど、何をやっても本当に治らなくて、まあ、何日か待つかと思って2日3日待っても治らなかったんで、もうちょっとしょうがないなと思って、でマリオメーカー全体でそういうことが起きてるのかなと思ってさ、調べても別に他のユーザーさん、他のマリオメーカーやってる人は誰もそんなこと言ってないからさ、自分とこだけがそんなことになってんのかと思って、ちょっと待って、なんかめっちゃ怖いな、ここ別に3段ジャンプする必要ないな、だからちょっとあまりに、うわちょっと待って、ここスピンか。まあそれでちょっとあまりにも困ったんで、まあちょっと任天堂さんに問い合わせをさせていただきまして、ちょっと事情を説明して、まあいろいろと解決策を出していただいたんですけど、その解決策はもう全てもうすでに自分が試したことばっかりでさ、なんかもうこれ以上の解決策はないみたいな、もう本当に任天堂さんでももう対応のしようがないみたいな状態だったんですよ。調整いるんかい？ここでさ、バネが出てこないのは何なんだろうかっていう。で、上の段はなんかバネが2個出てきてたじゃないですか。これなんかちょっと怪しい感じがうっすらしてきてるんだけど、疑いすぎかな？ここちょっとやばいよね。こう、こう、ちょっと調整入れながら行きましょうかと。ここいけるかな？はい、オッケーオッケー。いや、わからんよ。ああ、よかった。ここは入っちゃいけない隙間なんかな。まあ、それでその、任天堂さんに、まあ、いろいろとね、相談してアドバイスもいただいたんですけど、まあ、もう解決策がねえと、これ以上できることないですね、みたいな話で、何やってんだよ。まあ、だからもう、任天堂さんもなすすべないですっていうことで、で、その、ネット全部がダメになったんじゃないんですよ。その、他の普通にパソコンとかスマホとかは、普通に繋がるし、他のソフトはじゃあどうかなと思ってマリオカートをやってみたら、まあ普通に走れるんですよ、オンラインでも。なんかそのマリオメーカーのコースの読み込みだけがもうとんでもない時間かかっちゃうっていう。ただ、まあ、自分からしたらそれちょっと待って、何やってんの？まあ自分にとってはね、マリオメーカーのコース検索がまともにできないっていうのはもうかなり困っちゃう状況なんで、ちょっと
まあ Wi-Fi はだから違う問題ないだろうなとも思いつつも、一応 Wi-Fi の契約してる会社にも問い合わせてみて、まあ状況を見てもらっても、まあやっぱり何のエラーも起きてないみたいな話で、本当に解決策がもう全くなくなってて、もう困り果ててたんですよ数日間。これで鍵ドアで OK ゴール、時間めっちゃ余裕あるコースだったね、だったんでちょっと待って、その土管はやばくないか、この土管はやばいんじゃないか、ちょっと待って、やっぱりなんかあるなこのコース。クリアチェック32時間みたいな話っぽい感じでしたけれども、なんと、いやもう目星は正直ついてる。この土管が怪しすぎるんだよこれが。まあそれでね、めちゃくちゃ困ってたんですけど、結果ですね、結論から言いますと、なんかね、6日ぐらい、そう、発生から6日ぐらい経ったある日、普通に起動したら、なんか治ってたわ。別に何かしたわけじゃないんだけど。あー、なんかあるんだ。なるほど、そういうことか。いや、あのパウなんか持って帰ってくんのも難しいなとは地味に思ってました。あー、まあそう、それでまあ、なんか6日ぐらい経ったある日、急に治ってて、まあだから謎のシステムトラブルが6日間ぐらい、自分の家で起きていたということみたいですわ。まあ治ってよかった。治ってよかったんだけど、本当に6日間ぐらい大変でしたわ。これ多分、直通なんじゃないの？と思いますね、これが多分。そうですね。まあまあまあ、そういうことだったわ。